旧葛城館は、和歌山県橋本市高谷口町名僧1053にある旅館建築。JR 和歌山線高谷口駅前にある、県存する木造3階建ての建築物としては古いものとされる。旅館として営業していた頃の名称は、カツラギの館。カツラギの館も見える明治末期の高谷口駅1901年には、木和鉄道、名倉駅が開業し、 1903年には、高谷口駅に改称した。高谷口駅は、高野三三系の拠点となり、駅前には十数軒の旅館が立ち並んだとされる。葛城の間館が開業した時期や建物の建築時期は、定かでないが、名倉駅開業後の明治時代後期と推定されている。設計者は不詳。1925年には、南海鉄道がより、 高野山に近い路線を開業させ、高野口駅の 3K 拠点としての地位は薄れていった。1993年から1994年頃までは宴会場として使用されていたが、1994年に営業を終えて休業した。2001年11月20日に国の登録有形文化財に登録された。建物の老朽化が進行したことから、2012年度には、 総工費約3100万円が投じられて、保存修理が行われた。2015年秋には、芸術祭、和歌山サローネ2015の会場の一つとなった。2階の和室廊下建物は、明治時代後期建築の木造3階建てで、桁雪五軒半、張間五軒規模、東西棟、入りや作造り、三河瓦ぶき。正面及び、東側面には、 同板武器の日さしを各階に回し、屋根正面には瓦武器の千鳥派フと同板武器の東派フを重ねる。正面にはふんだんにガラスが使われている。高野山口駅が高野山への山系拠点として栄えていた時代、1907年には235台、1913年には283台もの人力車が駅前に待機していたとされる。 1993年には、荒野口町が当時を模した人力車を製作し、葛城の間館の1階に常設展示した。2012年に、屑城館の保存修理が行われた際、人力車は、橋本市産業文化会館、アザレアに移されている。ありがとうございます。